どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者へ向けてのテンプレ編成解説ということで、声立ての紹介をしていきたいと思います。このシリーズで義のテンプレ編成を紹介するのは初めてということになっているわけなんですけども、よく内容を知らないという方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。で、使用武将なんですけども、曹操と巨著と天意ということになっております。で、これは史実ですと、その曹操とそのボディーガードたちという編成になってるわけですね。なんで一応絆効果が発生するということになっております。で、大体武将なんですけども、巨長ですね、徐行に変えてもですね、似たような編成にはなります。なんですけども、絆効果が発生しない分ですね、若干編成強度は下がるんじゃないかなと思います。ただその分火力が上がったりっていうことなので、どちらが強いかというのはですね、一概に言えないかなと思います。でですね、巨長を徐行に変えたバージョンというのはですね、一応キコタテと呼ばれるテンプレ編成ということになってるんですね。こちらの方もですね、機会があればぜひ紹介していきたいと思います。で、肩と兵種なんですけども、耐久型の盾ということになっております。なんで火力はいまいちなんですけども、耐久力があるといったような編成になっております。で、活躍するシーズンなんですけど、これはですね、正直シーズン1だけかなという気はしますね。シーズン2以降でも見かけることはありますし、あれシーズン3だったかな、事件戦法が追加されることによってですね、この声立て、テコ入れされることになるんですけども、それでもそんな戦場で見かけることはなかったかなというところですね。というのはですね、つまりはあまり強くないということに残念ながらなってしまうということです。で、次、継承戦法なんですけども、こんな感じになっております。はい、曹操に真相絶戦と滑骨領得で、巨著にですね、勇壮飛燕と戦王略奪で、天意に絶地反撃と魅惑という感じになってます。で、シーズン3だったかなにですね、声軍という事件戦法が追加されたらですね、魅惑の代わりにもなるということですね。で、この継承戦法たちっていうのはですね、わりかしその後半シーズンになってもですね、変わらないというところがあるんですよね。なんで、その、後のシーズンにだんだん強くなるっていうことも特にないのかなというですね、ちょっと残念なテンプレ編成ということになっております。で、得意部隊なんですけども、これはですね、弓の平人系の部隊っていうぐらいかなとは思いますけどもね、仮に弓が相手だったとしてもですね、軽力ダメージ系にはあまりこの部隊強くないんですよね。巨長とか天意があんまり知力高くないので、っていうことを考えると、弓の平人系ぐらいしかまともに戦える部隊はないんじゃないかと思いますね。まあその、後で説明しますけども、絆効果の内容的に、槍の平人系には、まあなんとかなるかなっていうところもあるかなとは思いますけどね。で、苦手部隊っていうのはですね、もう軽力ダメージ系全般ということになっております。で、もう最悪なのが、技法器みたいなですね、騎馬部隊の、知力系の部隊って言ったらいいんですかね。っていうのにはですね、まあ、まず勝つことはないだろうなっていうぐらい部が悪いということになっております。で、絆効果なんですけども、護衛神威というのが発動します。で、この絆効果はですね、曹操、巨著、天意、この3人で編成を組むと発生するということでですね、自由度はないということになってます。で、その効果なんですけども、騎兵か槍兵と対峙した時に、自軍全体の非平人ダメージを 12% 減らすということになってますので、先ほどちらっと言った槍の平人系の部隊でもそこそこ、まあ、耐久力を保てるということになってるわけですね。この絆効果は結構いいんじゃないかと個人的には思ってますけども、その編成自体がですね、そこまで強くないっていうのがですね、ちょっと残念なところかなと思います。で、編成難度なんですけども、あまり強くない編成のくせにですね、これは異様に高いということになってますね。まず曹操がですね、このゲームで5本の指に入るようなですね、非常に入手難度の高い武将になってますし、巨長や天意に関してもですね、なぜかしら、その、低排出枠に入ってることが多い武将たちということになるわけなんですね。なんで、レア天井なんかで引いたりするとですね、発狂もんなんですけども、まあ、その、そういった形でですね、武将揃えるのは結構大変なのが、このテンプル編成ということになってます。で、レーダー調査も一応遊びで作らせていただきました。それはこんな感じになっております。はい。傾向といたしましては、桃園盾と似てるんですけども、全体的に、まあその劣化版っていう感じになりますかね。火力なんかがですね、思ったほど出ないんですよね。
この編成のメインアタッカーと言いますと巨長ということになるんですけども、その壺にはまればですね、その主将抜きみたいなのはできるかなと思うんですけども、瞬発力が特にないですしね、っていうのがですね、相手武将を撃破した時ですね、その巨長のダメージで相手を撃破した時にですね、破陣効果を得るということになるので、その破陣効果を得たですね、非常に火力が高い状態での攻撃っていうのはですね、2人目の武将からでないとダメということになってるわけなんですね。なんですけども、こういう戦法がですね、相手をロックするみたいなですね、その首相抜きに適したようなこういう戦法になってるので、仮に初手でですね、首相をロックしたりするとですね、まあ破陣効果っていうのを得られることなくですね、その首相を攻撃してしまうというですね、なんともちぐはぐ感が否めないような内容の編成、戦法になってるわけなんですね。なんでそういった点で火力があまり出ないっていうことになってるので、桃園盾も火力低いんですけども、それよりさらに低いような数字ということにさせていただいてます。で、耐久力に関してもですね、これ桃園盾よりはやっぱり低いかなと思うんですよね。その劉備とか関は割と知力が高いのに対してですね、こちらの編成は巨長と天佑の2人がですね、知力が低いということになりますし、その残匹砲のようなですね、耐久力を上げる戦法でですね、その知力の低さをカバーみたいなことも特にしてないということになりますので、あまり高くないということですね。で、回復力なんかに関してもですね、その曹操の固有戦法と、あと継承戦法ですね。まあ、この二つですね、括骨領得があるだけでですね、まあ、その部隊の回復力っていうのは非常に高いということにはなるので、まあ、7ぐらいかなというところですね。で、あと、要機能性状態と要弱体状態に関しては、桃園盾と同じということになってるんですけども、まあ、その魅惑をつけてることによってですね、割と弱体状態は付与できるかなという気はしますけどね。なんで仮にここを護衛軍なんかにしちゃうと、この要弱体状態っていうのはですね、若干下がって、で火力とかが若干上がるみたいな感じになるかなと思います。まあ、何せよですね、これ総合的な数字で見てもですね、今までで最低ということになっております。で、最終的な総合評価なんですけども、これは C ということにさせていただけたらと思いますね。このシリーズで初めての C ということになってるわけなんですけども、この使う武将っていうのが本当に貴重な武将で、さらにネームバリューのあるような武将たちで組む編成なんで、もうちょっと強くあってくれんかなというところなんですよね。ただこのゲーム、テコ入れっていうのは結構ありますので、巨長とか天威のその固有戦法に大きなテコ入れがあればですね、まだワンチャンあるのかなという気はしますけどね。ただその知力が低いという弱点を持ってる武将が2人もいちゃうとですね、なかなかそこを守りきるっていうのが難しいところが出てきちゃうんですよね。で、天威なんかに関してはですね、ダメージ肩代わり系の武将ということになっちゃってるんでね、やっぱりそういった武将はですね、統率も知力も高い、なんか完全無欠系の武将でないとちょっとしんどいのかなという気はしてしまいますけどね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。